2日目の攻防、バトルはいよいよ終盤を迎えています。第10レース、絶好学番1号艇の石野貴之、人気の主軸峰竜太との1331絡み、ここにドカッとファンの注目が集まります。流れを変えたい女子レーサー長島真希、定番通り2コース戦であります。石野長島峰、前田翔太も今日1走入魂、外の磯部誠、さらには中田竜太も今日このカードに向けて念入りに調整を進めてきたことでしょう。前田翔太、やはり本番でも角4コースあたりを狙っての作戦待機行動か。乗りづらさをもう少し何とかしたい、ただ足はいいという地元の磯部誠、サイアウト6号艇中田竜太、昨日よりも伸びなくなったがターンには力感。前田から3者が後方に下がりました。前田、磯部、中田がダッシュを踏んでいます。ファンの人気を集めたのが石野と峰で、インと角受けの3コース。今オレンジ色の12秒芯にバトンタッチがなされました。10秒前となります。枠なり体系での3対3で、1番2番3番4番5番6番です。第10レース、スタートしました2号艇、トップタイミング1番3番5番がダッシュが引いた1番1号艇、伸び返した1号艇の石野貴之、コーナー線でつけ回った2号艇、懐には3号艇、切り込んでいってバックへ入ったが1号艇、ブロック決めた1号艇の石野貴之。長島真希があえて意表のつけ回りに出たんですが、ターンが流れ見て3号艇峰があっという間に捉えてかわしている。前提スタートは正常であります。4号艇の前田翔太が前を前を競ってくる。峰竜太が外前、2号艇外行ったんですが、これはターンぶっ飛んでいる。4号艇の前田翔太に対しては2号艇の長島、ターンが流れ気味でも踏ん張り絡んできますが、4号艇の前田翔太の方が一定心リードを取ります。1番3番上位を形成は石野と峰。4号艇の前田翔太が2号艇をブロック気味に回って、2号艇ふわふわターンの方が外回流れ気味で、4号艇の前田翔太が3番手、ただまだ2号艇長島真希が食い下がる後方5番6番と、磯部に中田竜太が続いています。石野貴之に3号艇の峰竜太が突き抜けています。4号艇前田翔太ブロックを決めて、2号艇の長島真希追走、3番手航空号艇押し上げる磯部でありますが、これ4番手から5番手という状況で2号艇長島4番手をキープ。しかし4号艇の前田翔太とは感覚の方が6艇身と広がっています。最後のバック構成1号艇の石野貴之から3号艇の峰竜太、4号艇の前田翔太、3番手をがっちりキープの体勢であります。1番3番4番です。意表の2コース付け回りから一瞬は2号艇の長島真希バトルを沸かせましたが、1号艇ブロック警戒に石野貴之、3号艇の峰竜太が2番手、4号艇の前田翔太が3番手、まもなくゴールインです。先頭1番の石野ゴールイン、2着で3番の峰、そして4番の前田が3着、5番の磯部と2番の長島は激戦、ラスト6番の中田ゴールイン。